皆さんこんにちは、ニューヨーク在住のさきです。お元気でしょうか。今日は英語のシャドーイングについてお話ししたいと思います。日本では英語のトレーニングの一環としてすごく人気になってきて、シャドーイングイコール英語を聞きながら真似して発音してみることと知ってる方も多いと思います。私も高校生ぐらいからよく耳にするようになっていました。シャドーイングって私の中では一番つかみにくかった英語の勉強方法でもありました。本当に真似してるだけで上手くなるのかなとか、本当に聞いてるだけでいいのかなとか探り探りやっていたんですが、視聴者の皆さんからもよくシャドーイングどうですかとか、効果ありますかとか質問をいっぱいいただいていて、今までそれに触れてきたことがなかったので、この動画でお話ししたいと思います。今回はシャドーイングってそもそも何なのか、どうやったら効果があるのか、そして私はどうやって英語学習に取り入れてるのかをお話しします。それではスタート。それではまずシャドーイングとは何かというところからお話ししたいと思います。もともとシャドーイングは通訳の訓練方法の一つだったみたいです。発音だけじゃなくて、リズム、イントネーション、音の区切り、強弱とかを改善して、より伝わりやすい英語を身につけるための訓練だったみたいです。私は最初シャドーイングをやり始めてから、リズムとかイントネーション、音の区切り、強弱とかを意識してやった方がいいよっていうことを知らなかったので、まずそれを知るだけでもシャドーイングの効果が上がる方法なんじゃないかなと思っています。これを通訳の訓練法から言語学習にも使えるよってしたのがアレクサンダー・アルギレスという方で、14万人になんと YouTube で紹介していました。彼の動画リンクに貼っていくので、もしよかったらぜひ気になる方は見てください。この動画でも紹介するんですが、すごく丁寧にシャドーイングの順番とか、シャドーイングでは何が大事なのかをお話ししてくれてます。シャドーイングの大事なポイントは、皆さんも知ってる通り、聞こえてくる英語を自分の口で繰り返すことなんですが、その時に同じ発音、同じスピードで繰り返すことが大事です。リスニング力が上がるっていうのは結構シャドーイングでよく言われていると思うんですが、これがなぜかですよね。これがわからないと私はシャドーイングの効果がないんじゃないかと思ってます。以前言語副作用の動画を私が出したと思うんですが、その動画の中でも紹介した言語処理能力、ワーキングメモリーに実は関係しています。日本語ネイティブの人が日本語を聞いたら音素を分解しなかったとしても、無意識に音声知覚を行うので、そのワーキングメモリー、言語処理能力を理解することだけに使えるんですね。だから母国語では聞くのと同時に理解したり考えたり発言できたりするんですけど、外国語の場合ってそのワーキングメモリー、言語処理能力が音声知覚にかなりのパーセンテージ割かれてしまいます。これが私にも起こってたことです。例えば 80%、70% を音声知覚だけに使ってしまうと、内容を理解するためのワーキングメモリーって20とか 30% しか残ってないんですね。だから外国語を喋ってる時に思考力が下がるように感じたり、単語を分かったり文法を分かっても母国語と同じように理解して話すことが難しいんですね。で、シャドーイングはこの音声知覚っていうところを徹底的に鍛えることができます。だからリスニングにも向上するんですね。あとはシャドーイングをすることでスピーキングの苦手意識を克服することにもつながるかなと私は思います。次に効果のあるシャドーイングはどうやって行ったらいいのかをお話しします。これはいろんな説があるので、あくまでも私が一番やりやすくて一番メイクセンスだなと思う方法なので、ご自身に合った方法も見つけているのであれば、ぜひそちらを優先してください。ただもし迷っている人がいれば、シャドーイングって実はこういう手順でやるんだよっていうのを今からお伝えします。まず1、ブラインドシャドーイング。これはブラインド、目が見えないってことなんですけど、テキストとかを見ずに音だけ聞いて真似することです。リズムとかフィーリングに集中して聞いて、スピーキングだけを徹底的に何回も何回も行っていきます。この時にテキストを理解する必要とか意味を理解する必要は実は全くなくて、ただ聞こえてくるものをそのまま真似し続けるっていうことが大事みたいです。これを全然自分は何も突っかからずに言えるなって思えるまで何回も何回も繰り返すのが大事です。この段階が慣れてなかったら結構時間がかかると思います。2つ目のステップは Shadowing and Right Side。 Right Side っていうのは自分の母国語ですね。大体英語の文章が、本の左側にあって、日本語の文章が本の右側にあるテキストとかが多いと思うんですけど、日本語だけを見ながら内容の意味を理解してシャドーイングすることです。これは自分が言い続けてブラインドシャドーイング何も問題がなくなった時点でやるのがよくて、 Again 英語の意味を理解する必要は全くないんですけど、この音とかリズムとかフィーリングで自分が言ってることの
の内容を母国語で、あ、どういうことを大体言ってるんだなっていうのを把握します。私も昔にちゃんと調べるまではこの段階を完全にスキップしていたので、なんで必要なのかなってずっと思ってたんですけど、これは自分が話していることをどこまで理解できているのかっていうのにも役立ちます。3つ目、 shadowing and both side。 これは日本語と英語どっちも見ながらシャドーイングをすることです。日本語優先で自分が絶対にこの単語聞き取れてるな、合ってるなと思う部分を英語を見て答え合わせをしていくっていう感じです。ステップ4つ目が shadowing and left side、英語のサイドですね。この 1,2,3 の段階を踏んだ最後にやっと英語だけを見て自分の発している言葉と意味をつなぎ合わせるっていうステップになります。こうすることで耳から覚える英語ってよく最近こう広告とか目にしたり耳にしたりすると思うんですけど、耳からリズムとか発音とかイントネーションから入ることで、私は何回も動画で話してあると思うんですけど、私たちが日本語を学ぶのと同じようにおそらく学べるんですね。意外と皆さんシャドーイングって言ったら聞いて見て言ってみるっていうことが多いと思うんですけど、このブラインドシャドーイングの段階がすごく個人的には大事だなと思うので、やったことがない人はぜひやってみてください。そして最後のステップ5つ目にシャドーイング and writing、 聞いたものをそのまま書いてみるっていうことをするのがいいらしいです。私はなんかこう高校生の時に行ってた塾とかでなんかこのステップ5だけを教えてもらって、とりあえず聞いたものを書いてみなみたいな、すごいやっぱり難しくって、しかも英語が自分の体の中に入ってもないままでやっちゃうのであんまり意味がないんですね。なので何回も言いますが、ブラインドシャドーイングのステップをぜひぜひ踏んでからやってみてください。この5段階を毎日やり続けるのって本当に大変だと思います。ただ私の経験上、シャドーイングは最初は数をこなすよりも質が大事だかなと思ってます。なので今からシャドーイングに挑戦する人はぜひこの順番でもしできたらやってみてください。最初はちょっと時間がかかると思うんですけど、慣れてくるとスピードも上がるし、そうすると量もこなせるようになってくると思います。私もこれを実際やってみるまでは結構シャドーイングなんか難しく考えてたんですけど、でもステップ1のブラインドシャドーイングをまず何日でもかかってもいいからやり続けて、歩きながらとか暇な時に英語を唱え続けて、でそれに慣れた後に2から5をやってみたら意外と楽でした。では次に私のシャドーイングの使い方をご紹介します。まず私は TED トークを使っています。前にも動画で紹介したことがあると思うんですけど、 TED トークでシャドーイングするの私大好きなんですね。 TED トークが一番最初にシャドーイングを始めた実はきっかけでした。まず興味のある内容を選べるのがすごくいいのと、あとはスクリプトがあるものはあるのと、あとはスピーチが上手い人の真似できるのがすごくいいなと思いました。そもそも好きで聞いてるので、聞いてるのが苦痛じゃないんですね。私も他のなんかこう教材とかでやろうと思ったことあるんですけど、やっぱり続かなくって、好きなもので続けるのがどの動画でも言ってますが一番大事だと思います。あとは TED トークはお客さんが前にいてお客さんに向かって喋ってるので、抑揚とかイントネーションとか喋り方を真似するのにはすごく適してる教材じゃないかなと思ってます。これはもう私は YouTube とかで好きなものを見つけてずっと聞き続けて、自分で言ってみて、必要だったらスクリプトを見て、ただパソコンの前でずっと長時間いなきゃいけない、ずっと座ってシャドーイングに時間をかけなきゃいけないっていうのがだんだんその時間がなくなってきて、 TED トークって別にシャドーイングにおすすめですよって言ってるわけじゃないから、たまにこうスクリプトがないのもあったりとか、あとは英語ネイティブの人じゃないのがあったりとか、素材選びに結構時間がかかることがありました。でそれでもっと手軽にシャドーイングできるアプリがないかなと思って探して見つけたのがシャドテンアプリです。私はシャドテンアプリを使ってシャドーイングがなんかもっと身近に簡単に感じられるようになりました。まずすごくいいのが、毎日24時間以内に英語のプロから添削が返ってくるんですね。でシャドーイングってかぶせて喋ってるから、自分のこう発音が正しいのかとか抑揚が正しいのかとか、ちゃんとそもそも正しくできてるのかとか今までわからなかったんですけど、ただのシャドーイングのアプリでこう文章があるだけじゃなくて、その懸念点が改善されるのがすごく私はいいなと思いました。あとはいろいろ私もアプリとか教材使って見てるんですけど、教材がすごく豊富なので選ぶ作業がすごく楽です。私は最近ずっと本田圭介さんのインタビューをやってます。ナチュラルで使える英語が学べるなと思ってます。さっきも紹介した効果のあるシャドーイングの方法ですね。それも可能で、日本語のスクリプトと英語のスクリプトがどっちもサイドバイサイドで見れるようになってるんですね。これが私にとってはすごくやりやすいなと感じました。さっき紹介したシャドーイングの方法って長期間やりたい人にとってはすごく効果的なんですけど、私は皆さんもご存知の通り隙間時間で勉強することをすごく大事にしてるので、気軽に取り組めるシャドーテンは
はすごく便利で愛用してます。あとは初心者の人にすごくおすすめしたいアプリだなと思います。やり方に困ったらアプリの中にトレーニングの方法とか、あとはお悩み解決の動画とかもあるので、初めてこうシャドーイングに取り組みたい人にとてもぴったりだなと思います。はい、というわけで今日はシャドーイングについてお話ししてみました。いかがでしたか？たくさん実はコメントを今までいただいてたので、気になっていた方も多いんじゃないかなと思います。冒頭でも言ったんですが、シャドーイングって私にとっては一番なんか最初は取り組みづらかったので、この動画が誰かの参考になるととても嬉しいです。1日15分でもいいからシャドーイングを続けていくことで、より伝わる英語に近づけるんじゃないかなと思ってます。はい、このチャンネルでは英語のこと、ニューヨークでの生活のことなどを発信しています。もしよければ LIKE やコメント、そしてチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。